はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、群馬県の太田市に来ております。お伺いしているこちら太田市なんですけれども、上州太田焼きそばというご当地焼きそばがございまして、この太田焼きそばと言われるものを提供しているお店さんには、甘いもの、しょっぱいもの、珍しいもので言うと洋食のナポリタン風の焼きそばを提供しているお店もあるぐらい、もう多種多様なね、店舗がある、そんなご当地焼きそばなんですけれども、その中でもかなり老舗で有名店で、普段からですね行列の絶えないお店、本日はですね岩崎屋さんというお店に来ております。こちらの岩崎屋さんは真っ黒なね焼きそばが特徴で、それ以外にも群馬のご当地料理でございます焼きまんじゅうなるものもね提供しているんですが、今日ですねなぜこちらの岩崎屋さんに来たかと言いますと、こちらのお店にはとんでもないデカ盛りがあると、そのねデカ盛りの焼きそばがめちゃくちゃ美味しそうと思いまして、本日はですねこちら岩崎屋さんで、そちらデカ盛りの上州太田焼きそば食べていこうと思います。ということで、ただいまですね店内に入ってきました。でちょっとね一個訂正なんですけれども、オープニングで店名をね岩崎屋さんとお話ししたんですけど、正しくはね岩崎屋さんでございました。申し訳ございません。で、本日ですねいただく焼きそば、すでに注文してあります。いろいろとねこれサイズがありまして、小中大特大ジャンボダブルと、でその先に名はないの後にトリプルで、特に名はないと5人前までメニューがあるんですけれども、さらに本日はですねその上、店内イートインのみで注文できます、特に名はないの上で、これに関しては何人前も記載なしのものなんですけれども、そんなデカ盛りを本日はこちら岩崎屋さんで食べていこうと思います。でちょっとね何人前とかが記載ないので、来てみないとどれぐらいかわからないということで、ちょっとね他の名物焼きまんじゅうも注文したいんですけれども、いけそうであればね後々ちょっと追加注文をさせていただいて、そちらも皆様にですねご紹介できればと思います。ということで、ただいまですね焼きそばが到着いたしました。想像以上にでかい一品でございます。で今回はですね、もちろんこちらチャレンジメニューではないんですけれども、一応目安としてねこのタイマーを置かせていただきました。でもちろんですね、これを見たところ全然いけそうなので、すでにですね焼きまんじゅうも2本追加しております。これぐらいのサイズなので、紹介もしながら15分ぐらいで食べれたらいいかなと思っております。そしたらね本日早速いただきたいと思います。いいよ。うわぁめちゃくちゃうまそう。黒いね、見えるかな、この黒さよ。いただきます。おぉ、好きだわこれ。麺もちもちで、ソースもしっかりね甘みがあるタイプで、なんか果物っぽい感じ。うわスルッといけるなこれ。うまっ。これ麺もちもちだし、なんかこの食欲そそるソースの香り、普通に一人前頼んだら一瞬でなくなると思う。うまっ、この焼きそばのタイプは食べたことないかも。結構ね多分皆さんが想像してるよりしっかり甘みありますよ。あ、すいません。うわ、美味しそう。ありがとうございます。焼きまんじゅう届きました。ちょっと後ほどね、ゆっくりいただきましょうか。
で、もともとね、この太田っていう地域って結構工業地帯みたいで、この体を使った仕事で働いてる方が多いみたいで、そういった方がね、さっと安価で、で、しかも力のつく、そのね、食べ物をということで、この太田の地域はこの焼きそばができたみたいなんだけど、そういう由来もあるのか、小でね、250円。このご時世でもめちゃくちゃ安すぎる。めちゃくちゃうまい。ちょっとね、今タイム測りながらデカ盛りを食べてますけど、せっかくね、この焼きまんじゅう出来たて食べたいんで、1個だけね、ちょっといただきますね。これ1つでね、相当な大きさあるんですよ。ちょっとカメラ越しだとサイズが伝わんないんだけど、こんぐらいで、このおまんじゅうが一串に4つついたのが1本って感じなんで、かなりね、普通の方はこれ1本でも腹パンパンになると思います。ちょっといただきます。うわ、うまっ、うまっ。あ、ちょっと待って、もう一個食っていい？うめぇ。味付け、みたらしかと思ったら、ちょっと甘辛味噌みたいな感じ。こうね、生地も甘くてふわふわ。大きさは大きいんだけど、結構ね、中、気泡があるんで、ふわっとした食感で、みっちり感は全くないですね。だから、ごめんなさい、訂正します。普通の方でも2、3本はいけちゃうと思います。ちょっと卓上にね、ソース追加でかけられるように置いてあるんだけど、見えるかな、多分なんだけど、焼きそばにかかってんのとは別なのかな。炒めたらこの色になるのかわかんないけど、ちょっとね、色が違うんですよね。かなりドロッとした感じですね。ソースの種類違うわ。うまっ。うわ、めっちゃうまいな、これ。さっき話したようにね、このベースのソースっていうのは結構甘じょっぱい感じなんだけど、卓上にあるのはスパイシー。うん。うん。あ、これうまっ。めっちゃうまいけど、こんなあった山がもうほぼないね。今何分？まだ10分でしょ。10分でこんだけ食べてるって相当ペース早いけど、これがしっかりうまい証拠だね。まずいな。うまっ。やっぱさすがに出来たての焼きそばこんだけ食べると汗が止まんなくなってくるわ。
うん、まということで、ただいまですね、こちらの焼きそば完食しまして、一応タイム的には15分と12秒ということで、まあ、目標としてた15分は切っちゃったんですけど、いろいろとね、楽しんだり皆さんにお伝えしたりできたのでいいかなと思います。そしたら本日の締めにね、こちらの焼きまんじゅう食べちゃいましょうか。ベースなのか、もうね、コクとか旨味深みっていうのがまたね、みたらしとは別物で、確かにね、これはご当地、他では食えないわ。ということで、本日ですね、すべてしっかりと完食させていただきました。改めまして、ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちら岩崎屋さんで群馬の名物となります太田焼きそば食べてまいりました。あのね、僕ももちろん人生で焼きそばっていろんな種類食べてますよ、何回も食べてますけど、この初めての太田焼きそば、ちょっとね、出会ったことないタイプでしたね。麺もめちゃくちゃもちもちで、ソースもね、かなり甘み強め。もちろんね、その店舗によってその太田焼きそばっていうのは味が全然違うらしいので、この味はこの岩崎屋さんでしか食べれないんだけれども、本当にこの焼きまんじゅうも美味しかったし、これからはですね、もっとこの群馬のいいところどんどん探していこうかなと思います。この群馬はもちろんなんですけれども、茨城とか栃木とか北関東周辺の方はぜひコメント欄に、我が町、我が県にはこんな郷土料理ありますよと情報どんどん書いてください。その県、そのご当地に住んでる方しか知らないようなね、料理もどんどん紹介していきたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ごちそうさまでした。ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございました。ものすごい美味しかったです。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、あー、すいませんありがとうございます。お土産までありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ものすごく美味しかったです。また来させていただきます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。まあ、暑いからといってね、この甲羅をお土産でいただきました。このね、あったかさも素敵、群馬最高